ジェームス・エドウィント・レーシーはアメリカ合衆国オハイオ州ハミルトン出身の元プロ野球選手。現役時代は外野手で1977年にドラフトで4巡目でシカゴ・カブスに指名される。1980年メジャー昇格。1983年に横浜対応ホエールズに入団。1年目は打率3割を記録するなど活躍した。 1984年は開幕早々起用法をめぐり関根純造監督と衝突しシーズン途中で帰国。この年限りで引退。モントリオールエクスポーズ、ロサンゼルスドジャースのコーチを経て2001年ドジャースの監督に就任。ロサンゼルスドジャースでの監督時代2004年にはチームを地区優勝に導く。2006年から2007年までは ピッツバーグパイレーツの監督を務めた。2009年、コロラドロッキーズのベンチコーチに就任。同年5月、成績不振により解任された、クリント・ハードル監督の後を受け、ロッキーズの監督に昇格。若手企業の采配が当たり、驚異的な追い上げを見せ、ワイルドカードでのプレーオフにまで進出。その結果、この年の最優秀監督賞として選出された。2012年は、 地区再開に沈み、シーズン終了後に辞任した。2015年6月30日に、2015年パンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表監督を務めることが発表された。同大会では、決勝のカナダ戦で、サヨナラ負けし、準優勝だった。ありがとうございます。